三峡の湯村は、松本清張の短編小説。オール読み物1975年2月号に、掲載され、1977年9月に、短編集、馬を売る女収録の一作として、文芸春秋より刊行された。1992年にテレビドラマ化されている。日だ、小坂川上流の山階にある、温泉宿、谷屋旅館に、 一人の老人客が投入していた。かつて電気的な時代小説で人気を博し、大衆小説の頂点にいた、作家、小藤祖父であった。スカゼはすでに忘れられた存在になっていたが、三年、前に愛読者として訪ねてきた、梅田優作の誘いに応じてこの地へ来た。谷屋旅館の女中、おもとは、優作が結婚を心に決めている女性であり、 優作の言い付けを守って献身的に元風の面倒を見ていた。国文化の教師である大田二郎は谷や旅館の近くの紅葉や旅館で休養をとっていた。大田は女中の安子からあのおのそ風が谷や旅館にいることを聞く。宿からバスで10分ほどの人造ダム湖、千柳湖に釣りへ出た大田は祖父に声をかけられる。が、湖面に目を据えたす風は大田に、 固定に沈んでいるのは、家ばかりじゃねえと言った。また、この湖には一年半前から、妙な噂が立っており、夜明け頃を中心に、奇妙な鳥の鳴き声がする、というのであった。松本成長スペシャル、三協の湯村。1992年9月22日、日本テレビ系列の、火曜サスペンス劇場は国手放映。視聴率19.6%。 ありがとうございます。